えもしもし、ファミマのチャーハンです。納豆をかけてます。ねえ。ああ、草刈りしてる。夏の草刈り。思い出すな、昔。派遣でね、派遣で堺の、堺やったっけな。堺やったっけな、あの、うん。派遣で草刈りやって、草刈り あの、蜂、蜂がね、蜂が小屋、小屋の中に巣作ってて、うん。それを、なんか現場の、おっちゃん、おっちゃんとか兄ちゃんが、いじったら、蜂に刺されてて、うん、ざまーと思ってて、ざまーって思ってて、あの、シューンって、 兄ちゃんが、瞬時してたら、その次社長がやってきて、うん。社長がやってきて、なんか、何やったっけな。暑い中な。暑い中、タラタラやってたやん。タラタラって一生懸命やってたやんやけど、うん、なんか文句言うから、帰ったってやん。うん。帰っ 帰って、あやばかったな、とね。あ、もう熱中症のない時代、熱中症のない時代でな、派遣で、それで先に帰ったんよ。なんか帰れとか言う、言う、言うたかな。なんか、腹立つから帰ったった、ね、そしたら、そして家に帰って、ゆっくりしとったら、 あの、派遣から電話かかってきて、ゼリーあげますと言うて、ゼリーくれて、うん。あの時、あの、訴えとったら、あれ、お金取れてたなっていう、そういう話。そういうむかちむちゃくちゃな話ね。うん。ね派遣はね、めちゃくちゃなんですよ。どこやったかな知らん。忘れたもん。 ねはい、草刈りの話でした。はい